キャスト A。 はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。今回はこちらのゲームをプレイしていきたいと思います。こちらは、あなたはあなたらしく生きていますかという問いかけが書いてあるんですけど、価値観とか自分らしさを問う作品らしいですね。ということで早速やっていきましょう。ニューゲーム、ようこそキャスト A の世界へ。すごいキャラクターがいますね。下にこの白い天使はあなたの代わりです。天使を動かしてこの世界を体験してください。天使っていうからには天界なのかな。この扉は魔法の扉です。あなたは好きな部屋を選び扉を開けることができます。なるほど。セーブをしたいときやゲームを終了したいときは下の本を調べてください。了解しました。メニュー画面とかも特にないですね。とりあえずセーブ1回目しておきましょう。好きな部屋って言っても、わあ、こんなにたくさんあるの？めちゃくちゃいっぱいある。コントロール V。コントロール V の部屋から行きましょうか。コントロール V の部屋。うわー、個性を探してください。どういうこと？あ、普通の人が一人だけいる。私はオリジナルですか。コントロール V は貼り付けの短縮キーというかショートカットキーですよね。あなたはオリジナルなんじゃないでしょうか。ありがとうございます。扉が開いた音がした。見つけてくれてありがとうございます。これはお礼です。量産型の被り物をもらった。あ、でもアイテムとかチェックできないんだもんね。これだけかな。もう見つけてくれてありがとうございます。あ、なんかコレクションされてる。かぶり物か。これが建前の部屋。ここは建前の部屋。建前ね。こんにちは。あ、何、元気ですか。完全に建て…うわー、ニコニコ、はあ、なるほど。なに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 、めっちゃ動いてるじゃん。読めない。何か落ちたようだ。黒い塊を手に入れた。めちゃくちゃ怖くなってる。本音と建前って言いますけど、建前って何かっていうと、なんか改めて調べると、物事の全ての基本方針原則という意味らしいですね。建前が表向きで本音が裏側で、で今ここに落ちてきたのは裏側の塊ですね。なんか深いな。では頭でっかちの部屋に行きましょうか。おっと、真ん中の人が確実に頭でっかちなんだろうな。ウキウキ、寂しいよ、プンプン、遊ぶの邪魔しないで、ごめんなさい。すごい虹描いてる。ルンルン。頭でっかちさんがどういう反応をしているのかというと、あなたは遊ばないのですか。え、愛の墓、木の墓、わーい。私と遊びたいのですか。いいえ、そうですか。え、
これあかんかったやつ。何これ。これあげる。針を受け取った。あの風船割ってきてよ。早く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 。マジずっとついてくるわけではない。割ります。頭でっかちさんを。針を風船に刺した。あ、なんだか頭が軽くなりました。一緒に遊びますか。一緒に遊びますか。え、みんな戻ってきてる。えーねー、ウキウキ。みんな戻ってきてるけど、お墓はしっかりあるな。なんか紐みたいなものが飾ってあるけど、あれは何？頭でっかちの部屋、あれクリアできてなかったのか。まだこれこのまんまじゃダメなのかな。とりあえずじゃあ次の逃避の部屋に行きましょう。現実逃避。眠ってますね。みんなすやすや眠ってる。みんなすやすや眠ってる。あなたも寝てみますか。いいえ、寝ましょうか。かわいいね。いい気持ちだ。いい夢を見ていたような気がする。ん？手の中に何かある。フェルト人形を手に入れた。あ、かわいい。あ、頭でっかちの部屋だけが消えてない。借り物思想の部屋。なんかだらけてんな。この人私と同じ意見を持ってるよ。いいコメンテーターだね。なるほど、自分の意見と同じ人を評価する。テレビと一緒ってことは私の考えは正しいんだね。これが借り物思考か。やっぱり私は正しいんだよ。テレビに夢中だ。テレビを切ることは、あ、テレビの裏にへそくりがもらえますか。はい。え、いいの？あんた何かしたかい？いいえ、ノー。ほんとかね。さよなら。へそくりが置いてある。なんか嬉しいけど。生きる屍1。ああ、通勤電車。誰かの落とし物だ。この人かな。返事がない。ただの屍のようだ。どうしたらいいんだろう。ハエ叩きだ。拾いますか。これ頭にハエが飛んでますけど、叩きます。あ、怒った。おい、何するんだよ。怒られてしまった。何か落ちたみたいだ。あ、めっちゃ怒ってる。可愛いけど。拾います。名刺を手に入れた。やっぱ会社員の人なんだよね。急に叩くなんて失礼だろ。つらい。生きる屍つらい。他人事。画面から目を離せないようだ。うるさいな、邪魔すんなよ。え、これゲームだよ。なんなんだよ、ほっといてくれよ。ゲームにのめり込んでいるようだ。え、これもしかして切っちゃうんじゃないの。はい。ゲームの電源が落ちた。お前何してんの。なんだよこれ。ゲームのキャラ。俺はこんなことしてない。
画面の中の出来事だったはずだろ。細かいな、動きが。ゲームだったはずなのに。不思議な生き物が倒れている。ん？青い液体の中に何かある。あ、確かに光ってるわ。ゲームソフト、現実を手に入れた。俺は何もしてない。うわぁ、なんて書いてある。なんか書いてあるよね。いませんっていうのは書いてある。ゲームソフト、油断大敵の部屋。うわぁ、油断した手の中に何かある。意地悪なリンゴを手に入れた。あいつじゃん、完全に。自己嫌悪の部屋。鏡だ。嫌な顔をした自分が映っている。割ります。嫌な顔は見えにくくなった。まだ終わってないか。あ、謎のお札を手に入れた。これで、あ、お札が飾られてますね。根付いたものの部屋。きっといい意味の根付きじゃないんだろうな。何？何何何？じょうろだ。拾いますか？ちょっと待って、まだ拾うのやめよう。不安の木と書いてある。不安の木を育てちゃいけないよね。切った方がいいんじゃない？斧が抜けなくなってしまった。なんか光ってるよ。不安の種を手に入れた。よかったの？これ、じょうろの方がよかった？もうこれ以上は持てない。よくなかったかな。あ、でも種が置いてある。破壊か救出か。自分。お前も手伝え。ツルハシを手に入れた。手伝え。助けてる。結晶を噛み砕いている彼らは壊しているわけではなく、中にいる人を助けているつもりみたいですよ。誰に指示されているわけでもないんですがね。そういう習性のようです。あ、お助けキャラなんだ。人助け大事。小さな何かが結晶を砕いている。じゃあ削りましょう。ツルハシは壊れてしまった。プライドのかけらを手に入れた。あ、助けてもらうことでプライドは崩されていくと。そういうメッセージがあるのかどうかは分かりませんが。あれ、プライドのかけら手に入れたような気がしたんだけど。それくれ。プライドのかけらを渡しますか。はい、ありがとう。代わりこれやる。何かの蜜をもらった。何の蜜？蜂蜜？てか、やっぱりこの頭でっかちの部屋、消えないの良くないのかな。成長の部屋。おお、なかなか衝撃な映像ですね。かわいいかわいい私の子。クモのお母さんみたいな。これ話しかけられるんじゃない？違うわ。待って、なんか色が違う。ボソボソと何か言っているようだ。って、解放して。糸を取ってあげますか？はい。
ありがとう。え、蝶だったの？私、この部屋から抜け出すのがずっと夢だったの。お礼にこれ、あげる。夢の鱗粉を手に入れた。それあげたこと、ママには内緒よ。私はもう行くね。飛んで行ってしまった。ママ何？これは雲じゃないのか。私に何か隠し事をしていない？している、してない。している。正直に言ってくれてありがとう。その綺麗な鱗粉を私にくれるかしら。あげたらどうなるんだろう。はい。ありがとう。大切にするわね。お礼にこれをあげる。愛憎の糸をもらった。なんか光ってるわ。え、これ、どんどん違うものになっていくのかな。あれ？終わったと思ったものが後ろにくっついてる。星がついて。頭でっかちの部屋もう一回行ってみましょうか。やっぱ特に何もわからなかったな。生きる屍2行ってみましょう。え、歓楽街的な感じ。これこいつ食える？ダメ、刺繍はするけど生きてる。チェ、残念。なあそこのあんた、これ食ってもいいと思うか？え、やめとこうよ。それはまずそう。そうか。まあまずそうだもんな。でしょ？そうだな。やっぱり食っちまおうぜ。いやでも生きてるぜまだ。ダメか。え？ボソボソと何か言っている。まだ生きてるんだ。これでも助けられないの？これ以上また進めないの？マジか。電子線の部屋。スマホがある。手に取りますか？はい。え？あなたのことを見ていましたよ。あなたのことは何にも知りませんけど、でもいつもずっと見ていました。あ、増えた。昨日何をしていたのかも知っていますよ。私が怖いですか？私もあなたを恐ろしく感じます。ざわざわと耳障りな羽音を立てている。あなたのスマホをくれたらお金をあげますよ。スマホを譲っていただけますか？いいえ。このまんま出て行ったらスマホが飾られてるのかな。ない。マジか。これはスマホを渡した方がいいのか。信じちゃうんだ。金なんてあげるわけねえだろ、バーカ。おお、でもなんかは置かれている。え、でもまだ生きる屍2の部屋あるな。あ、そか、ここはまだクリアできてないんだった。どうしたらいいんだ。とりあえず非常識の部屋。感じが違いますね。はじめましてですよね。この部屋は常識が全てです。この部屋の常識に従ってください。出会った記念にこれをどうぞ。不思議な仮面を受け取った。まあここはきっと仮面をつけるのが常識なんだろうな。似合っていますよ。
かわいい。リンゴは辛いものです。そうですよね。はい。お利口さんですね。常識の部屋の鉄則、常識の部屋の鉄則1、素顔を見せるべからず。1、部屋の住人の発言はすべて正しいと信じるべし。1、鉄則を破るべからず。なるほど。地球は四角です。はい、分かってくれて嬉しいです。いいのそんなんで。カラスは金色です。めちゃくちゃ強そう。あなたは常識のわかる人ですね。なるほど、これが非常識ね。人に合わせて生きていくこと。あれ、終わりじゃないよ。そういえば何ももらっていない。仮面をつけます。リンゴは辛い、地球は四角い、カラスは金色。永遠にこの部屋がこれが続きそうですね。あー、謎ですね。ちょっと一旦セーブしておこう。ではレッテルの部屋へ。あ、チェシャ猫みたい。やあ、俺はお前にどう見える？猫、クマ、トラ。トラかな。そう答えたか。ああ、参ったな。お前の勝手な妄想で俺の姿を決めるんじゃないよ。これをやるから早く出て行っておくれ。お前がいる限り俺はこの姿のままなんだ。虎のレッテルをもらった。なるほど。人によって姿が変わるのか。これで一応一周はした感じかな。もう一回行くとどうなるんだ。特に何もない。開かない。ええ、どうなってるの。この世界から逃れられなくなっている。おそらくこれは何周かしないと、というか攻略方法がわからないとクリアできないと、まあ、全てのものをコンプリートできないと思いますので、もう一度最初からやり直していきたいと思います。わ、どうなるんだろう。食えるとこ少なかったな。まずかったな。あ、なんだこれ。食えないなら捨てとけ。何か落ちている。牙を手に入れた。はあ、なるほど。めちゃくちゃね、この鉄則に従って今まで過ごしていたんですけど、どうやらこれにね、反抗してみるといいみたいなんですよね。いいえ。鉄則破るべからず。どっから出てくんねん。え、なにこれ。君も鉄則を破ったの？ちょっと顔を見せて。あー、よかった。君は仮面を縫い付けられていないんだね。君は上の人たちがおかしいと思う？いいえ。そう、わかった。もう仮面は取れるはずだよ。仮面を外してみますか。はい。あ、仮面が取れた。うん、これでよし。え、あんたは誰だったの？外に出たい？常識にとらわれなければ外へ行けるよ。残念ながら僕はここから出ることも、君に何かあげることもできないんだけどね。めちゃくちゃ仮面を縫い付けられてる。外に出たい。
え？あ、ここから外に出られる。新たな部屋が追加された？あ、なんだかんだ頭でっかちが星ついてないけど、新しい部屋、まあアイテム全部集まったってことなのかな。キャスト U の部屋。 U ってアルファベットの U の意味もあるし、あなたって意味の U もあるけど、この部屋に入るともう戻ってくることはできません。本当に入りますか？はい。そっか、エンディングがあるのか。え？何これ？誠実なお面と書いてある。手に取りますか？いや、ちょっと待って。よくわからない機械だ。画面にはあなたの抜け殻と表示されている。機械を触ってみますか？はい。何も起こらなかった。あ、何か入れられるのか。これちょっといろいろ試せそうじゃない？優しいお面を入れて、あ、もうこれ以上はお面が取れないから。何この虹色。囚われない心。多分本当はこれと合わせるんだろうな。優しいお面と優しい心みたいな。これでセット完了。あ、すごい。え、あの子が中にいる。私は天使です。よかった、やっとあなたにあなたを返すことができました。私の役目はこれで終わり。またどこかでお会いしましょう。これでようやく私にも私が帰ってきました。ありがとうございます。私にも私が帰ってきた。あなたにあなたを返すことができた。キャスト A。深すぎる。それぞれ価値観とか、まあこれ建前だよね、自分の感情とか、あとはあの通勤電車の屍の話とか、それぞれありましたけど、皆さんどう感じましたでしょうか。この天使ちゃんが輪っかにしている矢印のマークもちょっと気になるよね。実際の天使の輪ではない。これは入れ替わるっていう意味のこの矢印なのかな。結局はいろいろなものを集めて、主人公というか私というかあなた自身と交換して助けてくれたのかな。あー、不思議すぎる。はい、ということでエンディングまで迎えました。皆様どう感じましたでしょうか。まあ、せっかくなので少し考察をしていこうかなと思うんですけど、あー難しいね。一つ目がコントロール V の部屋で、まあ、コントロール V っていうのがコピー&ペーストのペーストになりまして、コピーしたものを貼り付けていくっていう、キーなんですけど、まあ、だからオリジナルをそこから探し出すっていう遊びだったのかな。で、まあ次が建前の部屋で、あの黒いうにょうにょなんですけど、まあ、本音と建前っていうあれがあるんですけど、実はあの文字化けがあったじゃないですか。文字化けを変換すると、あの笑顔でいなきゃ
ていうものになるらしいです。めっちゃ鳥肌立つよね。だから本音、黒いうにょうにょの中では笑顔でいたくないんだけど、建前では笑顔でいるということなんでしょうね。で次が頭でっかちの部屋。これがねちょっとクリアできてるのか分かんないんですけど、まあ遊びたいですかって言われて、はいって言ってもいいえって言っても結局は遊んでくれないんですよ。頭でっかちだからかな多分。でその頭を針で刺して解放してあげると遊びますかみたいな、ちょっと軽くなったって言ってましたよね確か。そういうメッセージなのかな。でその次が逃避の部屋で、まあこれは現実逃避の話だと思うんですけど、まあ眠ってしまうということですね。で次が借り物の思想で、テレビの裏を調べるとへそくりが出てくるところですね。まあこの人は自分の意見とそのテレビのコメンテーターの意見が一緒だったから、そのコメンテーターが正しい、まあ、自分が正しい、そういう意見なのかな。だからたとえそれが間違っていたとしても、まあ、テレビのコメンテーターが言っていたからっていう借り物の考え方を持っているっていうメッセージなのかな。でその次が生きる屍1で、これは結構分かりやすいなと思ったんですけど、まあ死んだようにね毎日多分言ってるんでしょうね、仕事に行く人たちを描いていて、でこの天使ちゃんがハエ叩きでその一人を叩くことによって正気に戻ったっていう感じかな。そして名刺が落ちると。で次が他人事の部屋。まあこれゲームソフトをがもらえましたけど、その登場人物の生き物たちをゲームで倒していたはずが、実際はリアルな生き物がそこにいたっていう、他人事のようで他人事じゃない、なかなか深いあれですよね。ゲームだから死ねるとかじゃなくて、もう実は本物だったみたいな。そしてその次が油断大敵の部屋で、これはまあキラキラなリンゴを手に入れようとしたら横から大きな蛇にいきなり食べられてしまうという油断大敵のメッセージ。その次が自己嫌悪の部屋で、鏡を割るとなんかお札みたいなのをもらったんですけど、まあ自分を映す鏡が嫌いで割ったっていう感じですよね。そしてその次が根付いたもので、なんか不安の木みたいなものを斧を刺してそれを切ったんですけど、まあその不安は断ち切っても、まあ個人的に思うのは、その不安を断ち切ってもまた次の不安が生まれるっていう話かなと思ってます。でその次が破壊か救出かで、プライドのかけらを手に入れて赤い何かにあげたら液体もらうみたいな、まああれはちょっとやりながらも話しましたけど、おそらく助けてもらうことによってプライドが傷つけられているのかな。でもこの液は何だろうね、ちょっとそこまでは考察ができないんですけど、そう思いました。蜜みたいなものもらいましたね。で次が成長の部屋で、鱗粉を入手した後に糸と交換した感じですよね。ここはでもどういう部屋なのかちょっと私にもわからないな。まあ親の知らない間に子は成長しているっていう話なのか、それともまあ子供主体の方の目線で見るべきなのか、まあこれはちょっと皆さんで考えてみてください。でその次が生きる屍2で、まあ多分歓楽街とかに落ちてしまった男性が、まあ餌になってるっていうことですよね。その商売の餌になっているっていうことなのかなと思いました。でも食い尽くされて結果牙しか残ってないと。でその次が電子線の部屋で、スマホを譲っていただけますかみたいな、
画みたいなのがいっぱい出てくるところだよね。あれはまあスマホ自体があの画なのかもしれないですけど、まあ、常に誰かに見られているっていう現れなのかな。何を検索したとか、何を撮ったとか、誰かに監視されているということなのかな。でまあ非常識の部屋はまあそのままかな、割とそこに、その世界にいたらそれが常識になるみたいなお話かな。で最後がレッテルの部屋で、これはもうそれぞれなんでしょうね。多分どれ選んでもクリアに行くのかな。本人が思ったレッテルを貼ることでレッテルの部屋が成立するっていうことだと思うんですよね。いやーめちゃくちゃ深い難しい。でも、ま、これが私の考え方であって、別にこれが正しいというわけではなく、まあいろんな意見があると思うんですよ。この感じ方は割と人それぞれだと、言われているので、私はこう感じました。皆さんはいかがでしたでしょうか。キャスト A でした。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。